次が4球目。まっすぐできました。ツーツー。さあ5球目。できました。左へ。この打球はファウルになります。ツーエンドツー。カウントはそのまま。打った左方向へ。ファウルボール。さあ粘っていくか。いって低い打球になりました。一塁に送ります。一塁これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。お客様にお願いいたします。2回の表裏終了。ドラゴンズ三者凡退に終わっています。スピードあふれるプレーでフィールド狭しと駆け回る。目指すはチームを引っ張るリードオフマン、東出明宏。昨年の数字が出ていましたが、2割4分、そして打点数は3となっています。最初のボールを決めました。厳しいところに決まりました。3回の表、カープの攻撃。次の第2球。ストレートできました。カウント2ストライクノーボールです。キャッチャーのサインは今度もまっすぐできました。西崎さんにお伺いしましょう。このピッチングはどうご覧になってますか？ピッチャー的にも納得してると思いますよ。はい、このピッチングはどこまで続くんでしょうか？インコースへ外れています。2ストライク2ボール。さあ何を見せるか。ストレートを持ってきました。フルカウントです。さあフルカウント第6球。インコース打ちました。さあ7球目。低めを打って右への打球になりました。このままキャンバスに入ってアウトです。東出ファーストゴロに倒れました。リーグ有数の強肩と堅実なキャッチングで正捕手の座をがっちりキープ、石原良幸。さあ初球、初球ストライク。さあカウントはワンナッシング。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割8分8厘のアベレ、そして打点の数は35となっています。あっとこれは決まった。ツーストライクです。さあここはどうリードするんでしょうか。変化球外を狙いましたが入りません。ボールカウント2エンド1。次の4球目、低め打ちました。これはセカンドになります。ファーストへ送ります。一塁これはアウト。石原セカンドゴロに倒れました。そしてピッチャーメイバッターボックスに入ります。初球です。あっと打った。あーこれはファウルグラウンドです。取りました。スリーアウトチェンジ。さあドラゴン、この後クリーンアップから始まります。3回の裏、ドラゴンズの攻撃。この回はクリーンナップから始まっていきます。立浪バッターボックスです。どこに出てくるんでしょうか。初球振りません。ワンストライクです。立浪今日のゲームは1回出塁しています。2投目見送った。ここはバットを出しません。得点差は4点、ドラゴンズがリードしています。さあ3球目、緩いボール決まりました。2エンド1です。さあ4投目、変化球を打っていった。右方向へ、ライトの前ワンバウンドヒット。さあ2打席連続のヒット、塁に出ます。今のはね、チェンジアップにうまくタイミングが取れましたよね。ですね。ここはバッターしぶといバッティングを見せました。ここは見ていきます。わずかに入りません。初回の最初の打席、スリーランホームランを記録しています。外を
ツーボールになりました。ヒットでランナーを出しています。次が3球目、これもアウトコース、ワンストライクツーボール。バッターは4番ウッズ。さあバッターちょっと有利か、決めてきました。まあ内野ゴロを打たせたいみたいですけどもね。はい、ここはゲッツーを狙っています。さあ5球目、これ取ってショート取った、2塁アウト。643のダブルプレー、ノーランナー1塁の場面、ツーアウトランナーなしと変わりました。次のバッターが入ります。福留、左のバッターボックスです。さあ1投目、初球から打った痛烈な当たり、これはライトへ上がった。次の第2球、あーっとこれはいい当たり、打球はセンターへ上がったぞ、綺麗に破った、ガブガブ破りました。ツーベースヒット。じゃあ西崎さん、打たれたのは何のボールでしょうか。カーブですね。そうですか。さあランナーが出ました。アレックス、右のバッターボックスです。第1球は打って、このチャンスに打ち上げてしまいました。取って、これで3アウト。さて試合は4点差のまま10番4回へと進めていきます。4回の表、カープの攻撃、こちらもバッターが2打席目に入っていきます。尾形光一、先頭バッターとして塁に出たい。打った、フライになった、打ち上げましたね。これでアウトが1つ。尾形光一、センターフライに倒れました。そしてバッター尾形義則、左のバッターボックスに入ります。第1球です。最初は外に持ってきました。ワンボールです。ワンアウトランナーなし。次のボールは低めに入りました。カウントワンエンドワン、ワンアウトになっています。3投目、ストレートはわずかに外れました。ワンエンドツーになりました。尾形義則、ここまで出塁は1回という内容です。さあバッティングカウントどう攻める。さあこれはいい当たり、セカンドゴロです。セカンド取った、華麗なプレーでした。今のはね、守備でアウトを稼ぎましたよね。さあ今のプレーご覧いただきましょう。そしてバッターは3番島、バッターボックスです。さあ初球です。初球はストレートから入りました。バッテリー外してきます。この4回途中までを投げて許したヒットが1本、失点なしのマウンドです。直球で決めました。抵抗カウント1エンド1、順調に2アウトにしています。さあ第3球、緩いボールできました。ワンツー、2アウトになりました。バッティングカウントからの4球目、これはストライク。バッター読みが外れましたよ。なるほど、バッターコースを絞っていたんですね。次が5球目、あっとスイングアウト三振、スリーアウトチェンジ。さあリプレイでご覧いただきましょう。お客様にお願いいたします。4回の表が終了、カープ3度目の三者凡退に終わっています。4回の裏、ドラゴンズの攻撃、その裏の攻撃のトップバッター谷繁、4回の裏ノーアウトです。第1球はどうか、初球から低めを攻めていきます。ボールカウントワンストライク、依然として4点差、ドラゴンズがリードしています。2球目、外角低めのストライク、ボールカウントツーストライク。次のボール注目しましょう。外の球は膝元インコース、この球は入りません。
次が4球目。これはわずかに下。まあピッチャーからすればね、振ってほしいと思いますけどね。はい、でもおかしくないボールでした。さあ何を見せるか。低めインコース、カウント 2-3。 さあ 2-3 になった。空振り、最後はバットに当てさせませんでした。バッター井上、左のバッターボックスです。1投目はどうでしょう。変化球打った、右への打球です。この打球はファウルになります。次の2球目、変化球打って右方向、しかし今の打球はファウルです。さあ1球様子を見るか。まっすぐを打ちました。打球はセカンド後方へ。さあヒットになります。松川さん、今のバッティングは。今のはねちょっとおややというボールでしたね。はい、そのボールを打たれました。どこから攻めるか。まずは初球見送りました。この球は外しています。2球目はどうか。ここはバントしてきます。ピッチャー取った、ファースト取って、これはアウトです。これで2アウトになりました。そして次のバッターを迎えます。荒木、ミニバッターボックスに入ります。最初はストライク、ワンストライクノーボール。荒木、今日は1回塁に出ています。さあ第2球、チェンジアップでしょうか。バッター読みが外れましたよ。これはもう間違いないでしょう。そうですか、バッテリーが裏をついたんですね。ツーナスインからの第3球、あっと強烈な打球、取ってファーストへ。一塁アウトで3アウトチェンジになります。さあさあ次の攻撃は4番から始まります。5回の表、カープの攻撃。カープのトップバッターラロッカ、右のバッターボックスです。さあ初球、高めのボール打ちました。上がった、福留、これは取れない、ワンバウンドヒット。さあヒットになった。ラロッカ、センターへのヒットが出ました。そして次のバッターとなります前田、左のバッターボックスです。最初はストレートから持ってきました。さあカウントはワンナッシング。さあ2球目はまっすぐを持ってきました。2つストライクが来ました。さあ牽制、さあ追い込んだ、スライダーを持ってきました。カウント2エンド1。次の4球目、外に決まって三振。これはバッターは手が出ません。ワンアウトで次のバッターが入ります。栗原、バッターボックスに入っています。まずどこに構えるか。最初はストレートから来ました。ワンストライク。ドラゴンズファンでいっぱいの名古屋ドームから実況、あーっと打った、取った、二塁はアウト、一塁転送間に合うか、一塁アウト、ゲッツー成功、スリーアウトチェンジ。今の場面もう一度見ていただきます。さあドラゴン、この後2番から始まります。5回の裏、ドラゴンズの攻撃。対するこの回の先頭井端、バッターボックスです。さあ最初の1球、最初のボールを決めました。ワンストライクです。バッター井端、さあ次のボールは、ここは変化球、さあツーナッシングとなりました。さあここはどうリードするんでしょうか。この変化球は枠の外、ここは外してきました。さあ4投目、
ウルグラウンド。今のはファウルになります。さあ5球目。さあこの打球はあっと落ちた。レフト前ワンバウンド。ヒットになった。井端。今日2本目。ここで次のバッターに変わります。立浪。5回の裏ノーアウトです。まずは初球ストライク、ワンラッシングです。今日の奪三振の数は4となっています。今日は4回までを投げて、許したヒットが9、失点4の内容です。外2球続きました。このボール球には引っかかりませんでした。3球目。ストライクです。このスライダーで追い込みました。次の4球目。外へ。まあ、今の組み立てパターン見ててもずっと外ばっかりなんですよね。はい、確かに外への配球が多くなっています。次が5球目。外のボールは取って2塁アウト。ショートセカンドファーストと渡ってゲッツー成功です。ボールのスピードがなくなってきました。体力はどうか。これ変えたいところなんですけど、次の攻撃で打順きますからね。はい、そしてバッターは4番ルッツ。右バッターボックスに入ります。何から持ってくるか。初球見送っていきます。ボールにしてきました。4番バッターウッド。さあ2球目。ストレートを持ってきました。ボールカウントノーツー。先頭打者にヒット。その後警察でランナーなくなりました。3球目はどうぞ。低めのボールって右への打球になりました。ライトの前ワンバウンドヒット。ツーアウトからランナーが出ました。ウッこの試合2本のヒットが出ました。さあまずはランナーが出ました。福留バッターボックスに入りました。どこに入れてくるか。ストレート左へ持ってきます。レフトワンバウンドヒットになりました。さあランナーは2塁にストップします。福留これでヒットは今日2本目。天高くから落ちてくるフォークと150キロを超える剛球で三振ショーを展開する奪三振マシーン、火の玉ライアン投法、長川克弘。さあ塁上が埋まってきました。アレックス右のバッターボックスに入っています。さあ初球、最初はストレート持ってきました。さあワンボール、なおもツーアウトです。さあ2球目は、あっと今度はインコース。